長安は中国のこと、現在の先西省の小都西安市に相当する。その方がとして集大に早くも、伊水の中流域に、都の城が建設されており、その後規模や位置を変えながら現代まで続いている。関代に長安と命名され、全漢、北州、隋などの首都であった。東大には大帝国の首都として、世界最大の都市に成長した。シルクロードの起点とされることもある。 また再度、大公、最強と呼ばれていた時期もあった。宋代以降は、政治、経済の中心は大運河が通じる東の海風に移り、長安が首都に戻ることはなかった。災域に近かったこともあって、王朝の流星とともに国際都市となっていた東大の長安は、周辺諸民族が都の条件説の模範とした。 日本でも平城系や平安系は、長安に習ったと考えられており、日本において、平安初中期の詩文の中で、平安系を指して、長安と書いている例が見られる。長安の地域的な変遷、修大の床家系と後継、新大の寛洋と阿宝宮、全館内の長安、随大、東大の長安と大民宮、北宋、両大の先生、秋代の西安長安の都市としての歴史は、 青州の都、法遊に始まる。法遊は、文王の時代まで周公の都であった。武王は、陰の中央を滅ぼした後、水とは別の川を挟んで、法遊の対岸にあった光景に遷とした。この豊か、しのぎの地は、現在の西安市の西南近郊に相当する。旗はじめ皇帝領の平和洋、西安近郊紀元前350年、旗は東洋から関洋に移した。 伊水の北岸に位置する関陽は、始皇帝の時に大幅に拡張され、伊水の南岸に、今日、佐々宮や艦戦宮が造営されて、伊水を渡す横橋で関陽宮と連結された。伊南成功の看板や支援に、朝宮の建造が計画され、その前田として阿坊宮が営まれた。旗滅亡後の戦乱の結果官庁を立てた劉邦は、老高氏と長良の震源により破壊された。 海洋の郊外に新たな都城を建設。長安と命名、昭家が宮殿を作り、京帝の時代には城壁が建築されている。長安城の南側はなんと、北側は北斗の形をしていたため、当時は長安城の別称として都城が誕生した。長安城には旧市、十二門が設けられ、城内には、三尾宮、長楽宮、北宮、京宮といった宮殿があった。 関大の長安は、いびつな形をしていた。その後前艦、新、五艦、前朝、前身、後旗、正義、北州が首都を設置している、随町対抗上場防平面図。北州を滅ぼした随町を建てた要件は、生活環境の悪化や政治的思惑から、これまでの長安を廃止し、その郊外である、達頭白源に、新たな土壌を造営した。 新たな都の城造営を担当したのは、宇文ん氏である。はじめ大閤城と称された都の城が、随東大の首都、国際都市としての長安の都である。中央の須雀門街を挟んで、左側に五十四坊と東市、右側に五十四坊と西市、総計百十の坊主から構成される、城坊都市であった。 全体はおよそ南北8,651メートル、東西が9,721メートルあったとされる。東西の方が長いのが特徴である。口述される日本の平安系とは異なり、長また、たつ原は北から南に向かって六段に分かれた第一条の丘陵であった。設計者の宇文康氏は、それを収益の六項になぞらえて、 都市計画がなされたと考えられている。天使の位に相当する92に宮城を置き、93の君子の位には工場を配置した。さらに、収益においては92よりも上の最上位とされる95の丘には、諸人を住まわせると災いのもと考え、国寺である王光前寺と同官の元都官等を置いて、国家の安泰を図ったという。 最盛期で人口100万人とも言われる大都市に発展した長安であったが同時に食糧問題という致命的な問題を内包していた。関中地域のみで長安の膨大な人口を支えるだけの食糧生産は不可能であり、江南から大運河を通じて大量輸送を行うか、朝廷そのものを食糧搬入が容易な場所に一時的に避難させることによって対応していたが、 安氏の乱以後は、政治的不安定から大運河の管理が次第と、困難となり、大運河が通行不可能となると、たちまちのうちに、長安での食料価格の高騰に発展、貧困層の中に和菓子するものも相次ぐようになる。党の滅亡直前に、王朝三脱を狙う主全中によって戸が荒くように、移された後、長安が再び戸になることはなかった。長安は、 当末の戦乱で荒廃したため、首都は東の落葉に移された。塔を滅ぼして、高涼を建てた、朱前中は首都をさらに東の海風に移した。これにより首都機能を失った、長安の城壁は縮小され、一地方都市となった。秋夜に長安への戦闘論が唱えられたことがあったものの、すでに東大には、食糧問題を内包する長安への戦闘は、実現せず、 名称を千安と解消され、地方都市として発展していった。長安は、当時における、周辺諸民族の都市計画の模範となる都市であった。五番の目上の道路、南北を貫く大通り、北の成長の位置、河川の配置といった特徴は、日本の平城系、平安系にも強い影響を与えている。ただし、平安系など日本のとは、長安城と異なり、 ラジオ門の左右を除いて城壁が設置されなかった。日本は大陸とは違い、北方騎馬民族の襲来に備える必要がなかったためとも言われている。またその規模も長安の3分の1程度であり、それでも人家が地域を埋め尽くすことはなかった。平安初中期の私文に平安系を指して長安城と呼んだ例が見られる。渤海の上行流戦府も長安を模して築かれた。 ありがとうございます。